天かす天かすとは、天ぷらを揚げるときに生じる、揚げカスのことである。食品廃材として廃棄される一方、揚げ物と同様の風味、湯の濃く、食感があるため、他の料理の添え物や材料として利用されることもある。揚げ玉とも呼ばれるが、天かすと揚げ玉では、細かな違いがある。天ぷらを作る際には、天ぷら酒に漬けた薄力粉と溶き卵粉と、水からなる液状の衣のうち、 油に入れる際に種から離れた残り物が天かすである。繰り返し天ぷらを揚げる際、天かすを油に残したままだと焦げることから金網等を使ってすくい取る。天ぷら屋ではこの揚げかすが大量に生じ、またこの天かすは油の酸化が進みやすく保存に向いていないことから食品廃材として廃棄することが多い。他方料理で使用するために料理の一具材として 揚げ玉を作ることは手間がかかる。そうしたことから一定の需要があり、天ぷら屋や蕎麦屋やなどの飲食店、スーパーマーケットや惣菜店で揚げ玉が商品として製造販売されることがある。味を良くするために小エビなど細かい具材を使用して作る商品もある。これらの具専用に作られた揚げ玉をかけそばかけうどんに乗せることで、たぬきそばたぬきうどんとなる、主に首都圏。 地域によって異なる。近畿地方では、はいからうどん、はいからそばなどに名称が変わる。そばやうどん屋では、種物として、天ぷらを揚げた際に発生した天かすを利用することは、ないが、近畿地方、香川県を中心に一部のうどん店においては、天ぷらの揚げかすを無料で提供することもあり、これは天ぷら酒を乗せるより安価である。2003年度に、 NHK 放送文化研究所が行った調査では、天カすと呼ぶ人が68%、揚げ玉が29%、揚げカスが16%という分布だった。東海地方を含む西日本では、天カすと呼ぶ人が全国平均より多く、東日本では揚げ玉と呼ぶ人が全国平均より多いという結果が出ている。 江戸の蕎麦屋にて無料で提供したことが人気となって日本中に広がった。その後の江戸ではこれを有料化することになり、そのために小エビやサイタエカを入れて作ることも行われ、名称も揚げ玉とされた。そのことから関東の多くでは揚げ玉と呼ばれる。全国的には揚げ玉も天かすも同じ物品をさすが食材として用いるため意図的に作ったものを、 揚げ玉とし、副産物として偶発的に作られたものを、天かすと区別する場合、説も存在する。また製法上の違いから、天ぷらの副産物として生じる天かすが、不定型であることが多いのに対し、工場で製造を販売される商品は、均一な円形のものが一般的となっている。関東の蕎麦屋では、揚げ玉をタヌキとして売っているところがある。余熱を持った、 大量の天カスを一箇所に固めて、ゴミ箱などに放置した場合、自然発火してしまう場合がある。周囲が無人の場合火災に直結し、これは天カス火災として知られる。天カスは空気に触れる表面積が大きく油の酸化反応が早く進み、また反応熱は塊の内部からは逃げにくいため、こもった熱によりさらに反応が加速され、温度が 油の発火点を超えると発火する。また、大量の熱い点カスは、平たい容器などに広げ、水をかけるなどして、十分に冷却させてから処分する場合もある。たぬきそば、ありがとうございます。